Look at how he expects it. Nigga, I just won't go. Brody, I just woke up. It's time! Niggas, it's time! Chat. I haven't slept. Chat, this is it. Chat. Casey Disgrace, what's poppin'? What's good? What's good? All right, where am I putting the height meter? Over here? I can put it over here. Chat. Oh, this is it. T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 his is... Niggas. This is it. This is it. This is it. Bro. I don't think it's Sora, dog. I don't know. It could be. It could not be. Fire. Watch me a Pokemon. I don't know. A Pokemon? Dark Souls? That's gonna be so random. Fire Sword? It's a Fireball. Holy shit! Oh, nigga! Wait! Nigga! Wait! Holy shit! Nigga! What the fuck? And they got the music! They got the music! Can they afford it? Can they afford it? Nigga! What? This is the best game! This is the best game! This is the best game! They did it on the same day! They announced the Nickelodeon game, bro! They threw their dick on the table! Nigga! 私ですら驚いてしまいますが、キングダムハーツからソラの参戦です。私の会社名と同じだな、偶然ですが、ちなみにソラとは英語で言うスカイのことです。これ、海外の親切な説明というやつです。まずは原作のご紹介から。キングダムハーツとは、2002年からディズニーとスクエアニックスにより展開されている作品です。ディズニーの各作品の世界を股にかけ冒険するアクション RPG シリーズで、ソラはこの主人公、リーズは滝に及び、システムで主人公が変わることもありますが、基本的にはソラの物語になります。が、ご協力を得てここにソラの参戦が実現しました。なんと早速、スマブラでのソラをお見せします。Holy shit! 本当にいる。Holy shit! 右の人ではなくて左の人、右の人マリオっていうんで、キーブレードを携えて、スマブラの世界に立っている。最後にふさわしいファイターと思うのですが、いかがでしょうか。 Where's my Kingdom Hearts hoodie? ソラが、最も望まれる参戦ファイターであることは分かっていました。6年以上前、スマブラ4の時、スマブラ投稿権というアンケートを行ったのですが、新規参戦希望キャラクターの中でトップだったのがソラです。当時スマブラ投稿権の開催にあたり、生前の岩田社長と打ち合わせた結果、集計結果は伏せることになりました。5 seconds before it happened, キャラクターを参戦希望するユーザーが各メーカーさんに激しく要望してしまうことにより、各方面にご迷惑をおかけしてしまうからです。結果を発表できなかったことは申し訳ないと思っていますが、長きを経て今日の結果につなげられたことは良かったと思います。ソラの参戦がいかに難しくハードルが高いことか、無料されることができるほど、分かってくれると思います。Sakurai, I'm gonna hold you. You can stop.
Before this happened, I sent this tweet out to all the Waluigi niggas. All of them. Go watch the tweet. That's all I'm going to say. Oh, it's time! 例によって開発中のものなのでバランスは変わる可能性があります。またカメラは特殊なものを使っていることをご了承ください。I'm just gonna retweet it. これを言うのも最後ですね。今回のプレゼンでは空の声は英語になっていますが、日本語と英語が実装されます。ブローディー！ダウンロードコンテンツのファイターは趣向を凝らした個性が強いものが多かったですが、今回は比較的素直に誰でも使えることと思います。ただ個性がないわけではないです。むしろ高い方だと思います。まずは大雑把な特徴から。性質上空中戦が得意です。空ですからね。空中ジャンプも高いし、復帰できる距離もかなり長い。ブローディー駆動がふわりとしています。優しめです。大きな弱点ですが、体重はかなり軽い。ヒゼさんや子供リンクよりもさらに軽いぐらい。質量という理由が性質というべきですかね。つまりこれは吹っ飛ばされやすいことを意味します。カラーバリエーションについても最後だし、おしゃれな空のことだから頑張ってみました。体型や顔は初代キングダムハーツの空で、彼が衣装替えしているようなイメージになっています。僕のシリーズが成長して髪型や体つきも違ってきますからね。ご覧ください。I have to see it. Bro! Wait, designs? Hold on, we got outfits too! Peep the outfits! Wait, is this the Kingdom Hearts 3 fit? Is this the Kingdom Hearts 3 fit? 1P, 2P, 3P, 4P のそれぞれが初代 Yes, it is! 3D、つまりボリュームとロープディスタンス。あと、3風の衣装になる。豪華ですね。それぞれで、ファイターのアートワークのポーズも変えています。He got 4 different outfits!原作の劇中においても、空のコスチュームというのは多彩に変わるのですが、特に基本となるシリーズの予想を抑えられたのは大変良かったと思います。Let me get the tweet again. I gotta have this on deck. それぞれの服装をさらに色替えしています。 I have to do this on deck. 6P はキングダムハーツ2のブレイブフォーム。 Wait! 7P はキングダムハーツ2のウィズダムフォーム。Can we get some pride seas in the chat? Huh? 8P はキングダムハーツ3のアルティメットフォーム風。では5P はというとこれです。タイムレスリバー風。ちゃんとフェイシャル、つまり表情も専用に持っている贅沢仕様です。これに伴いファイタースピリットも保守になります。Congratulations!3D3 タイムレスリバー。 It ain't looking good for them niggas. DLC の中では最も凝ったコスチュームであっていますね。 It ain't looking good for them niggas. では技の説明に移ります。 This the best game. 映像配信も最後なので参戦ファイターの振り返りもしたいですね。お相手として無理やりにでも全員出していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 Brody! よろしくお願いしますって言ったのかな。最後までいけるかな。Normal. All right, let's see the moves. Let's see the moves. F star, bro. 空の攻撃は原作も踏まえ比較的ゆっくりめに出ます。Y'all peep the music though. 出だしのスピード的には不利だけど、攻撃が出ている時間が長い分打ち消しやすいという側面もあります。またボタン連打あるいは押しっぱなしで一部の技が3連コンボになります。これがあるとさらに原作っぽい動きになりますね。具体的には弱攻撃、横強攻撃。通常空中攻撃、前空中攻撃の4つが3連コンボになります。そのまま A、 前に入れて A、 空中でそのまま A、 okay. He definitely looks like the floaty character though. 空中で前に入れて A、 A bunch of air juggles it looks like. 弱攻撃はスピード早め、攻撃力低め。横強攻撃は比較してスピード遅め、攻撃力高め。通常空中攻撃は牽制でオールラウンドに使え、Thank you, Sakurai. 前空中攻撃はステージ外に追い込むのに使います。 Thank you, Sak. Ooh, hold on. どちらも小ジャンプから使うことで地上戦にも効きます。
小ジャンプ攻撃は攻撃ボタンとジャンプボタンを同時に押すだけです。That nigga earned it from since Wii U. Didn't he jump straight into Smash Wii U into Smash Ultimate? Bro, this nigga's been working non-stop. ヒットしなければ3発目が出る前に着地してしまいます。ヒットしない牽制なら2発止めにした方がいいかも。Brody. 途中にボタンを途中で止めて別の技につなぐのもありです。ちょっと忙しいですが、空中途中止めの急降下で地上コンボにつなげる手もあります。実はコンボと単発止めで相手のフットが変わっていることがあります。これは横強攻撃コンボ一発目に注目してください。相手が吹っ飛ばないですよね。 What bro? Nigga fucked up my tier 3 Brody. 相手が吹っ飛ぶ威力も異なります。 The height meter is full. 3連コンボ以外の技をご紹介します。まず上強攻撃、攻撃時間が長く連続ヒットします。見た目通り対空に使ってもいいですが、仕掛ければ地上の相手を巻き込みます。また相手の蓄積ダメージが低ければ追撃を加えることができるかも。Wait, is that a B? 隙は弱攻撃単発より少ないぐらいで使いやすいと思います。Okay. そしてこの浮かせて引き寄せられるような奇跡を見れば使いどころはなんとなくわかる。I'm peeping the music though. 先ほどの上強攻撃などコンボの起点になります。空中コンボなども通りやすいです。 I'm peeping the music. 横スマッシュ攻撃。 Niggas thought it could not happen.Smash Flash to look at different. から打撃する技で普通に使う上では撃墜の主力は。How do we go and play Nickelodeon All Stars after this? 持続は少し長めかも。I never woke up. スマッシュ攻撃。キーブレードから放つフラッシュで攻撃する技。隙の大きさから対空攻撃に使いにくいところもありますが、攻撃範囲は意外と広いです。Oh, that is pretty big. Yeah. 中心で当てるようにした方が。わずかに攻撃目に吹っ飛ばすとか、結果的に相手がかわしにくくもなります。先ほどの下強攻撃と組み合わせるのも良いかも。 They're taking their time with him. Over, how you been? 下スマッシュ攻撃、小ジャンプから下突きをする技。 Brody! ジャンプするので足元の攻撃を避けつつ攻撃することができます。 Oh, that's dirty. また衝撃波を含む攻撃範囲は割と広めです。They drop their biggest dick. ということは、ジファイターに対する置き攻めにも使えるかもしれませんね。コチュームを変えてみました。次は空中攻撃。通常空中攻撃と前空中攻撃がコンボなので、後ろ空中攻撃からシンプルにパチンと叩きます。軽めのファイターのスマッシュ攻撃程度の攻撃力はあるでしょう。振り向きつつ使えばこのように小ジャンプからでも出せるけど、コンボが強力なので他のファイターほどのアドバンテージはないかも。上空中攻撃、見た目通り対空技としてジャンプ力が高いからなので、結果的に迎撃可能範囲は広いです。 I'm positive for the level they might show off Disney characters because they didn't shy away from the Mickey emblem on the Keyblade. They already showed Aladdin and the genie in the cutscene trailer. ファイターではなかなかできない運用ができます。そして各種投げ、投げ前は Just predictions though. 打撃は第三者にも当てられます。 Okay, okay, okay. Can't do anything on fourth throw. 投げ後ろ、原作でもこういった投げをしますね。 Okay, okay.吹っ飛ばしが高い上、他者を巻き込むことができます。Like Mario's, like Mario's. 上投げ、条件が揃えば、空中での連続攻撃にも使えるかも。Yep, combo throw. Wait, is that his up B? Nick got like a Pikachu up B. 威力は低めですが、He has a Pikachu up B. Hold on. 各種コンボなどがつながりやすいです。そして必殺技のご説明です。Hey, Alright, this is where shit.Bro, this nigga summons Goofy. This shit about to be nuts. またコチューム変えます。通常必殺技は魔法、okay, magic, okay. なんと3つの魔法があり、順次切り替えられていきます。ファイガー、サンダガー、ブリザガーと。蓄積ダメージ部分に常に装填されている魔法が表示されています。Now, does he have a, 切り替わると。A meter mechanic? 打つたびに自動切り替えで次の魔法が装填されるので、使う側も対戦相手も次に出る魔法を意識するといいでしょう。 Gotcha, gotcha, gotcha. Good to know. まずファイガー、
まっすぐ横に飛ぶ魔法でボタンを連打することで連射できます。止めると次の3段目。卵大きめでリアクションが大きめなので中距離が得意な相手によく効きます。単発で放ってそれを起点にいろいろな攻めをするのにも向いています。サンダガは雷撃がまっすぐ3つ目の前に落ちてきます。隙が大きく当てにくいところありますが攻撃範囲が広く最初の一発に当てれば3発とも当たるようになります。空中発動によるサンダガは地上よりも範囲が狭くなります。ただうまく当てることで画面外押し出しにも有効に使えます。相手の行動を制限しやすいのでハマれば強いですがくれぐれも隙にはご注意を。次にブリザが攻撃範囲は一番狭いですが相手を凍らせられるという特徴があります。無数の弾が出るのでかすって当てるよりも直撃してたくさん当てた方が良いです。凍らせられたらボタン連打などで復活を早められますが原則的に蓄積ダメージが大きいほど長く凍っています。 OK Smash is downloading on my Switch right now Brody。 当然追加攻撃を与えるべきですが強化中のダメージは半減します。できれば解除された時にヒットさせるのが多い。魔法はそれで反射ができます。性質上上に打ち上げてしまうサンダガには効果が薄いかも。優秀もできます。特にブリザガがまとめて吸収された時の回復量などは大きめ。しまうこともできますがまずサンダガは真下に落ちるため空中で使わないと意味がありません。ブリザガは粒子の中の一つしかしまえないので実質出番はないと思います。いずれにせよどの魔法も牽制に適しているので反撃を受けにくい範囲でどんどん使うと良いでしょう。ブリザガにヒットしたりかわした後まで考えられればブロッと戦法は広がることと思います。回転中使いたい魔法に合わせておくためしれっと空打ちするのもありです。サンダが使いたいなって時こうやって。Brody, this is not real. ところで、なんですが、ウェアピールでも順番に切り替わる魔法表現になります。Okay. ストップが、エアロが、エオルガ、ケアルガ。ただし、何の効果もないんですけどね。見てくれだけとはまさにこのこと。横必殺技はソニックブレイド。Yeah, that is なんと3回2位の方向に飛べる技です。最初は必ず真横に飛びますがこの技によってかなり柔軟性な飛行ができます。連続で飛ぶのはスティックを飛びたい方向に倒すだけ。ボタンを連打すると2回目以降近くの相手にロックオンして飛びます。この時の攻撃力はより高くまた移動距離も多少長い。ただし地熱に注意。A couple up airs into the up B zigzag to the top. 月光河の上必殺技に似てますが、ロックオンによる突進はアバウトな感じです。使い分ければ移動にも攻撃にも頼りになる技です。高い復帰力を取るのはどこまでもありません。相手に当てたらその状態を見て攻撃を続けるか迷うかを使い分けたら良いと思います。落下のごまかしにもどうぞ。Bruh, that's not the mix-up. なお突進のたびに速度と距離が少しずつ落ちていきます。相手にヒットしたりシールドされても下がるので相手の近くで隙をさらさないようにご注意。コスチューム変えます。上必殺技はエリアルスイープ。回転しながら上昇し相手に連続打撃を与えます。 Hello? リンクの空中回転切りに似てますがこちらは地上にいても上昇します。吹っ飛ばし力もそれなりにあるのでうまく当てれば上空の相手を撃墜できます。なお上昇中わずかに左右に動くことができますね。そして誰もが頻繁に使うべき重要なポイントとして上必殺技後ジャンプの頂点では横必殺技ソニックレーブにつなげられるように設定してあります。これはとっても大事なので、ぜひ覚えてください。画面のどこにいたとしても空中ジャンプ、エリアルスイープ、ソニックレーブを併用すればかなりの追撃薬になります。もう空は空のものといっても過言ではないかも。例えば下空中攻撃、上必殺、横必殺、いつもちの2つほど上昇要素があれば十分です。空中ジャンプで全空権を取ってからとか
えい、空中コンボを空中ジャンプでフォローし、上必殺とか横必殺で戻る。They just did not try。上必殺から横必殺で決めるのは必ずマスターしてください。これは逆にしても発動しないです。空中コンボを振り回すのは適当なところで回復。相手の復帰手段が攻撃系なら、次にご紹介するカウンターを当てるのも良いでしょう。余裕で帰れます。 This nigga got a counter, dog. 相手はそうじゃないかもしれないけど。 Niggas really said, I hope we don't get Sora. Hopefully get a Sora character. というわけで、下必殺技はカウンターなのですが、他のファイターのカウンター技と性質が異なります。Brody. これが普通のファイターのカウンター。相手の攻撃はピタッと止まっていますが、中断はされていません。こちらがソラのカウンター。相手の姿勢が崩されています。Damn! これは原作にあったカウンターを再現しています。相手が少し遠のくことは覚えておくと良いかも。例によって相手の攻撃力が高いほど相手に強い打撃を与えます。 okay, okay. 前方に対してカウンターするので後方からの攻撃は受けにくいです。必ずダメージを食らうというわけではありませんが、 okay. Okay, okay. なるべく前で受けましょう。 It does stun. It does stun. それと飛び道具などを受け流すことができます。多くの弾は後方に流してしまうために反撃にならないですが、受け流し後に攻撃するので近い相手の打撃にはなりやすいです。多人数戦なら第三者に当たることもあるかも。攻撃力は 1.4 倍ぐらいに増えています。オーバーサイズ、ハウユービーン、ドー、ウォッツグッド、ウォッツグッド。受け流した弾は空に攻撃権があります。以上、技をご紹介しました。全員綺麗に登場させられたはず。皆様、お疲れ様でした。That's it! 皆様って誰？あれ、最後の切り札は？Bro, you gotta summon all the Disney characters to this shit. ここでは説明を省略してしまいます。Hold on. 自らの目でご確認を。Hold on. なお、切り札の名前だけお伝えしておくと、鍵穴の封印と言います。Seal the key?総合的に見てソロは非常に原作っぽい特性で動くことができます。 We haven't seen the stage yet. We okay, hit the stage, hit the stage. Hollow Bastion, Hollow, wait, that's the theme. That's the theme. 坂巻く滝の底から遠くに見えるのは、 okay. It's like a actually.ホローバスティオンです。 I like this stage. キングダムハーツの終盤付近で登場するマレフィセントの巨像2ではレディアントガーデンとして再建が進んでいたところですね。昔はレディアントガーデンでホローバスティオンと化し、またレディアントガーデンとして再建されると。地形自体は比較的シンプルで中央に板が1枚。ホローバスティオンの近くを巡回しながら戦います。 Fantastically big O!They're all Kingdom Hearts characters now. 原作では難所だったこともあり、この地形を眺めながらいろいろ思い出す方もおられるのではないか。 Hollow Bro. しかしこのステージ、単純にホローバスティオンを周回するだけではありません。制限時間が近づいたり、ストック数が減ることで試合終了が近づくと、 Oh, that's hot! Bro, they're doing the most! They're doing the most!They're doing the most! というように背景が原作でおなじみの心の中の世界に占領します。 They're doing the most! ダイブトゥーハートと言います。なんて粋な演出なんだろう。登場キャラクターもいろいろあります。 Brody, appreciate the 20 months. I've been here too damn long. Oh, they got different pains for each and every one of them. Wait...That's love. That's love. Final Destination's about to be fire, dog. Nice, simple level platform. Don't move. いろんなキャラクターが楽しめるのは望ましいところではないかなと思いますね。 Yeah, this is it. This is it. もちろん戦場化、終点化もできます。 That's it.はい、それでは、恒例のお試しプレイに行きたいと思います。前回のカズヤの収録の時、実は CT の都合で近接戦闘がほぼ効かないっていうような状態になっていたんですね。
なので、僕の場合カラーという詰め方をせざるを得なかったんですが、まあ、開発中あるあるで、どういう風になるか。Can we talk about this Foursquare Enix reps? 今回は体力制でやろうと思います。これだと、空の空中制動能力みたいなものはあんまり生きないルールなんですが、もしもこれでフィニッシュをすると、ちょっとだけ原作に沿った、素敵演出が入ることになると思いますので、できればお楽しみにしてください。では始めます。We haven't seen. Wait, we haven't. Did he show us the final smash yet? 因縁のある2人。I don't think he showed us the final smash yet. He's holding up. The final smash has to be something special. It has to be. よしよし、カウンター。The fact that he's hiding it like this.We'll probably see it in the level. We'll probably see it in this demonstration right now. Oh, you guys don't actually know that I'm actually playing. I'm playing soccer right now. Had to see for yourself? Yeah, the fact he's hiding it himself? Or they're trying to avoid... Nah.なんだかんだで一進一退の攻防ですけど、セフィロスだけがちょっとリードしてるかな。It's either some copyrighted music that plays. 空中攻撃ミュートラ。I don't know. ダイブトゥハート始まりました。Bro, this looks beautiful. I don't believe, bro. I'm watching this, and we made memes. We made memes like, nah, this can't happen. But if they don't, you know.ここだ。Oh, they did it! They showed it! They showed it! Hold on, this is it! じっとしていてくれ。Okay, it's whack! It's whack! It's whack! It's ass! I thought it was gonna be something else! このまま。I thought Goofy was about to come out! Hit a nigga with the hook, you feel me? お、いい感じ、いいですよ。ストップが。Honestly, who's playing with Final Smash? Bro, let's keep it a buck. Most of us never gonna see the Final Smash anyway. This is a dream. 原作再現フィニッシュ。はい、無事に勝負がつきました。これでこういうふうにプレイするのも最後ですね。Is this real life? 次に音楽のご紹介です。原作におけるそれぞれのワールドに紐づく曲の使用はできなかったのですが、それ以外の主要曲から検討しました。Okay, let's see. 実装されるのは全9曲です。ステージがホローバスティオンであることを前提に、対戦シーンにも通用する代表的な曲をピックアップしています。Anything that will get them DMCA'd by Disney. 原作の音源そのままです。アレンジは基本的にはないのですが、連動企画というのがありまして、Maybe? Am I bugging? キングダムハーツメロディーオブメモリーという作品があります。これをプレイしていると、その作品内にあるリアリーディラムスイングバージョンが追加されます。Oh, the victory theme gotta be dope. リアリーディラムは、タイトルで流れるキングダムハーツを代表する曲。I'm having these weird thoughts lately, bro.原曲の実装は難しかったのですが、これでなんとか。なお、一曲だけ書き下ろしの曲があります。Okay, decent. 勝利時のファンファーレ。Not gonna lie, I thought his victory screen was gonna be him in front of like the heart moon or some shit. 下村陽子さんに書き下ろしていただいています。ありがとうございます。多数あったスマブラ用アレンジ曲もこれが最後になりましたね。原曲アレンジを含むたくさんの音楽家の皆さん、どうもありがとうございました。They actually put Sora in the game, dog. When does he drop? 専用のスピリッツモードが追加されます。お題目はカイリ、ベントス、This is the gummy ship, yeah. テラ、リク、He's in the game. アクセル、ロクサス、みんな味方キャラクターですね。アクセル、アカーは名前が被っている別のキャラクターがいますから作品名がカッコでつきます。I can't, bro. 省略するとしまらないので改めて配信日です。
10月19日に配信予定。ファイターパスボル2があればそのまま受け取り可能。単体でも購入可能です。アミーボについてもお知らせします。クレオ、How you been? 現物が手元にないのですが、まずスティーブのアミーボが2022年春に発売予定です。僕を見ましたが、まさしくスティーブ。どっから見て It just all feels so weird. Like, is any of this real? There's no way. They actually did it. Like, we made memes. It could have been a me costume. I thought it was a dream. But here I am, staring. Kingdom Hearts games are... Wait! They're announcing Kingdom Hearts games on Switch! They used this to announce Kingdom Hearts 3 is coming to Switch! Holy shit! We can finally play Kingdom Hearts games in 240p! Can you believe it? Kingdom Hearts games are finally coming to Switch! Switch! I'm starting to get these weird resolutions lately. Like, is any of this anti-aliasing real? And can this frame rate really keep up? I just don't believe it. Kingdom Hearts 3 tied in with Super Smash Brothers. This nigga played all the games too.He's a fan. 時期については続報をお待ちください。Brody! というわけで、いよいよお開きです。Applause in the chat! Applause in the chat for... Oh! Applause in the chat! For motherfucking Sakurai! Finally.大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの最後の They did everything they needed to. 本当に終わるんだな。He's done. Rest! Rest! 仕事を重ねていればいつかは達成できるということでしょうね。Rest! 私のツイッターで今日の一番を通してスクリーンショットを上げていますが、冷静に見るとたった一つのゲームソフトから取られているとは思えない振り幅ですよね。それだけいろいろ作ってきたということではあります。今までの大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの実績などを軽くまとめてみました。He compiled all the achievements from a PS2, Game Boy Advance, Nintendo DS, PS3, PS4, PC, Switch, cell phone. 89 fighters. 116 stages. Who gives a fuck about this? Bro, 1,100 songs! Who gives a fuck about this? Hashtag Sakurai in the chat. Brody! What? Hashtag thank you, Sakurai! Fuck the haters. 2 billion times! 90 billion KOs! 改めて見ると凄まじい数。Bruh. ゲームのコラボレーション作品としては、What a game! What a way to end it off! それぞれのキャラクターには、一つ一つに開発者や関係者、原作ゲームの世界、ファンなどがいるわけです。What a way they ended it off! 制作をするというこの仕事は、他では味わえない、稀有で重大な仕事だったと思います。スタッフは、広報などを含む関係者、原作に携わった方々、支持してくださった方々、楽しんでくれた方々もすべて含め、お礼を申し上げます。どうもありがとうございました。No, thank you. Why are you telling me thank you? All you, all you. ムービーの完全版、ゲームパートなどが加わったものをご紹介して、お別れにしたいと思います。皆様、今までどうもありがとうございました。Don't go! Don't go! Sakurai! Sakurai! Sakurai!Oh, they're running it back. They're running it back. They're running it back. They're running it back.
Bruh. They know they hit. They know they hit. Advent Era? Bro. They know they hit. In meeting right now, the Kingdom Hearts fan art is going crazy right now. Bro! Is any of this even real? Fuck, bruh. Bro, this shit had me guessing, dog. It had me guessing. Mario's officially a keyblade wielder. Mario's actually a keyblade wielder. Bruh. That's nuts. Bro, niggas, bro. Bro. It hits a little differently the second time. I'm not gonna lie. It hits a little differently the second time. Like this nigga's finally saying I'm home. Let's go. It's like he's finally saying I'm home, you know? It's like he's finally coming home. Like that one nigga in the family that went away for the war that finally came back. You know, sometimes you walk away. And you really don't hear them say. When I was 9 years old, I'm about to be 29 now, and I still love it. Yeah. Hashtag thank you, Sakurai. The old is lackluster, but you know what? They got the job done. It's like when your childhood best friend moves back in hometown. Facts. Bro, this is, he's home. He's always been here, inside of us, deep in all of our hearts. Bro, honestly, this is the best way. Oh! Nah. I stopped using my hands halfway. I started clapping my ass cheeks. Brody! All right, so here's the deal. Here's the deal. Who gives a fuck about this shirt right now? I'm only playing this game until Smash drops again on the 18th. Brody, what a way! Would anyone believe that I woke up 5 minutes before the stream actually started? No one believe me? No one believe me? Brody, how did this happen? Bro, I shit you not. I woke up 5 minutes. I woke up. And luckily enough, I let my dogs out around like what? 7:30? I had the beautiful wherewithal to say, all right, Moon, let's shower. I'm gonna get a couple more Z's in because I'm kind of tired. Bro, I felt like the Undertaker. As soon as I heard the snap sound, I opened my eyes, I got up. My bed not even made, nigga. I got up,
boom, came in, hit live, and then I don't care if I just woke up. I literally am wide awake, my nigga. I'm wide awake, bruh. I did not think this was going to happen. I am blown fucking back. I am aroused. This will definitely be on the, actually, I might put this on my main channel. I put this on my main channel. Yeah. Oh my God. I don't. It's all full circle. It's all full circle right now. No. Fuck that. Brody. I'll tell you the part that I missed. And I'll give you my thoughts. I came in, totally missed all of this shit right here. All of this shit here, all this shit in the beginning, I guarantee you. Niggas, 10-hour stream, I actually have to do something, so I'm probably gonna end the stream. I'm probably gonna end the stream, but I'm gonna boot it back up because throughout today, I'm probably gonna be playing this Nickelodeon. Bruh. Throughout the rest of today, I'm probably gonna come back on after I settle everything I need to settle for errands. I'm coming back Nickelodeon. I know Omega's gonna be streaming it. I know a lot of the homies gonna be streaming it. You already know the vibes. Reptar gang. You feel me? Yes, hold on. So I woke up a little late, but as I was setting up stream, thank God they put the Mii costumes in the front because it gave me enough time for Buffer to catch everything. You say Nintendo Smash Convention ass? You ain't wise? Oh, we gonna be rich forever! Nailed it. But in any case, the parts you thought I left out, paid Mii fighters. If you missed it, here it is. Brody. I shit you not. I was nervous watching this. I thought it was going to be a Nintendo first party character when I saw an Octolink. I was like, bruh. Keep in mind, Nintendo was picking everything for the final Fighters Pass. I was like, we started with Splatoon. It's about to be a Pokemon. Who knows what the fuck's going to happen? They giving us Octolink was popping, Lycia was popping, Diamond. Big O. Appreciate the bit. They gave. When I saw this, I thought they were gonna give us Octolings as the third cat. I was like, bro, you're really gonna fuck this up. They gave us Judd, bro. Betty, what's poppin'? What's good? I deadass just woke up like 5 minutes ago and I somehow lost my voice. I thought this was Master Chief at first. Let's give it a buck. These niggas all look the same. Let's give it a buck. Nice motherfucker hoodie. I wore it for today. I was gonna play the Nickelodeon All-Star shit. Bruh. I deadass woke up 5 minutes. I let my dogs out around 7:30. I took a shower. I got dressed. I laid down. The moment I heard the Nintendo Switch on the live stream, I deadass woke up like the Undertaker. I was like, woke up, hit live. I was groggy at first in the beginning of the stream. 2 minutes in, I'm yelling. You been here screaming? Bruh, they actually did this shit. I thought it was a meme. Bruh. Once again. Can we get a rest in peace? To all the Waluigi niggas. Can we do that? Can we get a rest in peace? Oh my God. Congratulations. Oh my God. Congratulations! Waluigi niggas are down bad right now. Congratulations! Bruh. Down bad. Bruh. I don't even want to play the first one. I want to play the one how it ended.
Bruh, so if you missed the character reveal, if you want to Goku was never happening. Sakurai in interviews literally said, it ain't happened, you know? But for the niggas that held out, they need to put Sanctuary and Simple and Clean on the track list. I don't think they could do that, though. They would have to, shell out mad money, dog. Bruh. I can't, bro. Something about this, it just didn't seem real. Wait, does that mean at the end of KH3, Sora leaves his universe to join the Smash universe? You know? Bro, the storytelling hashtag suck mid it. It's... And you know Nomura's dumbass is gonna say, Smash is somewhere in the timeline. It doesn't even feel real right now. You know? But, you know, oftentimes it's like what people really do say. When you do walk away, you don't really hear them say, please, oh baby, don't go. And I'm really glad they kept the trailer simple and clean. Bruh. Mars a Keyblade wielder. Bro. This is magical. They haven't missed once. Maybe the Steve. Steve was the a dark point. The real winners of this situation are those who won't have to see another Smash nigga on Twitter in a few months' time. Honestly, with this, the only thing that will curse Smash Ultimate is its online. But this, nah. Bro, Nomura is going to say I have to play every Smash game ever made just to figure out a little context for Hearts 4. And I'm here for it. To be honest, having Super HD Mario and Steve exist in the same screen is a huge feat. Bro, not only that, as one of the songs. A game with fucking Kazuya, Ryu, Bayonetta, Sephiroth, Cloud, Sora, Sonic Hedgehog, like this game should not exist. This game is a legal nightmare. How did they do it? But in any case, chat, after this trailer plays, I need to let my dogs out. I'll be back in a couple hours. I will be playing Nickelodeon All-Stars in a little bit. He drops the 18th. People will still find something to be upset about, but the fucking red tape Sakurai had to go through for this is nuts. It's not. 6 fucking years. It's not. The best they can probably do, they better just port Smash Ultimate to the next Switch. Fix the online and just port it. Bro. They ended off the crossover game with literally Mr. Crossover. That's how you end some shit, dog. That's how you end some shit, my nigga.